めめっちゃ好きはめっちちゃゃ好好ききはでも普通のなんかスタンダードな,なんか塩とか豚骨とかそこら辺も全然好き醤油とかもこの前食べたのほんと美味しかったなあれはびっくりうんそうなんですよねそうなんですよねえ皆みなさんコサインとかタンジェントとかできますあれできないんだよね私。 あれはできない本当になんかえなんか向きが変わるやつができなくてやばい誰か教えて初見です初見じゃないですねナタリちゃんこんばんはハモちゃんさんこんばんはいらっしゃいえ向きどっちがいいか聞いてない誰も教えてくれ <laughs> 扱いひどくないですかえひどいよ人によって対応を変える <laughs> 対応変えるから <laughs> そういうことちゃんと勉強しな怒られた <laughs> ナタリーに料理作ってあげたい和食得意えすごい和食は私全然作ったことない、うん、和食和食って何作るの 作って作って <laughs> なんだかんだ前日から始めれば間に合っと信じたいいやでも頑張ればさやっぱ間に合うもんだよねテストとかは終わるけどさ宿題はまあいけるわでも私宿題からそのあの入学,入学式じゃないわ始業式始業式の時に宿題からなんか範囲で模試があるんですよねだから答え写ってたら悲惨な目に遭いそう悲しい 茶碗蒸し食べてますい,いいな茶碗蒸し好き何すんでも勉強ならりょうくんそうね <laughs> 数学は聞くないや数学が一番聞きたいんですよ数学と日本史がもう一番最悪だった評定がギリギリみたいな <laughs> ギリギリというかもうやばかったね カーテンを背にする方がが本当ありがとうやっと教えてくれた <laughs> 誰も教えてくれなかったからオッケーちょっとむくみが取れた気がする、ま、朝むくんでたんでナタリーさんは昔から僕にだけ塩なんです <laughs> それはそう多分みんなそうだよみんなそうだよ 数学は将来役に立つのはごく一部だから力入れなくても大丈夫え確かにさやっぱコサイン・タンジェントとかもさねサイン・コサイン・タンジェントも使わんけど使わんけどなんか大学入試にはねだそれまでは覚えとかないといけないじゃん大学入試終わったらさもう全部頭からさもう捨てちゃってオッケーだけど入試のために覚えなきゃいけないよねそれ嫌だなあ嫌 <laughs> だな 初見です。させくぼ？させくぼ？させぼステークス？全 <laughs> 然違う。う分からん。三。こんばんは初見さんありがとうございます。よかったらツイッターとかインスタとかルームのフォローをしてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。 始業式前日は徹夜確定で笑えないいやもうじゃあ明日からあ今から今からだったらでもコメント減っちゃいそうだから明日から頑張ろう <laughs> 今日何日だって3日でしょ3日4日いつ始業式ですか私は7か月曜日が休みなんでまあまあ月曜日頑張ってもう早かったえ早くない冬休みもう ちょいってこと？無理なんですけど、本当に延長してほしいよ。うん、日本史世界史漢字検定準二級？そりゃ無理や。さ <laughs>、その後も良かったっけ？成績の平均？いやーそれはね。教えられないですね。ちょっと悲しすぎて。 地味に質問してくるの待ってる本当本当質問していい質問する質問するお願いします初見さんコメント星投げしてくれるとあなた様が <laughs> 喜,喜びます喜びますしてください <laughs> ミミンさん言うの <laughs> 美しいのは美しいあ優しいのはサーヤだけだよえサーヤ優しいの ?2 号に あ、ごめん呼び捨てちゃったわ。勉強よりも大事なものはたくさんあります。いやーまあそうだよ。そういうことさ。まあ勉強もね、大事だけど、数学は分からん。私は数学と日本史が一番焦点も低かったし <laughs>、苦手意識が一番強い。日本史ってどうやって覚えるのなんかもう一回のテスト範囲に。 50人100人ぐらい出てきませんか人いや多すぎんと思ってちょっとさすがに多すぎるなんか世界詞はまだいけるんですよ出てくる人が少ないしなんか結構やった事柄と結びつけれるんやけど日本詞はもなんか同じようなことやってるしみんながなんか全然結びつけられんし順番とかもわかんないなんか並び替えみたいなのばっかり出て語句が全然単語が出ないんですよもうこんなんなね、ね無理です、ね ちょっとめっちゃ愚痴っちゃったけどはい勉強よりアイドルちゃん見てる方が大切ですね。<laughs> それは勉強よりアイドル見るのが好きなだけやん始業式を8時えいいな7じゃないんだいいな延長ありえ今日特に決めてないしなじまでやるかかわいいえレチいうしい 今日ののメイクの感じ好きです本当いつもと違うかなでもいつもよりちょっとナチュラルかもしれん多分いつも塗ってるアイシャドウを塗ってなくてファンデーションファンデーションをせずにコンシーラーだけにしたねまあこれは言ってもちょっと <laughs> あの伝わらない気がするんですけどもはい <laughs> 数学はできるけど めんどくさいので答えを写してわざとちょっと間違えて提出する世界はとしてましたいやそれやるよねあるあるだよみんなやるやつ <laughs> やる本当にやるそれをうん「歴史系は」 高校学年1位を数学をしたから3位だけど <laughs>、え、歴史系強くない <laughs> すごい差だね。え、でも私も、あのー、あれだよ、あれだよって <laughs> いうか、数学と、なんだっけな。え、副教科出しちゃうけど、<laughs> 家庭科家庭科家庭科と音楽がめっちゃできた。あの、あの、数学と家庭科の点数の差が、89点とか。 あでも数学はなんか 2, 個2個とか3個とかあるじゃん片方はまあまあできたんですよ頑張って50点ぐらいと52とか取ったんですよだけどもう片方はもう終わっててだからねなんか80点差ぐらいあるんだって教科でやばいよねでも家庭科得意なんですよだから家庭科と音楽とあの社会と情報ってやつパソコンとかのやつができたあでもパソコンはなんか単元ごとで全然 できるのとできないのがあるけど、今回のはできた。うん。<laughs> めっちゃ簡単。日本史とか英単語とかなんか完全に勉強系の話になってますよね。やば。<laughs> 真面目じゃない私ちょっといや真面目じゃないけども英単語とか暗記系を覚えるのにコツがあるのさいや教えて。あ英単語はもう書きまくればもうなんとか頑張れるんやけど。 日本史は書きまくっても全然ダメなんだよね、私。うん。あ、尾崎さん、ハートいっぱいありがとうございます。ありがとう。うん。コンピューター塗ってる <laughs> コンピューター塗ってるってどういうこと <laughs> 確かに今、自然に可愛い本当 今日の方がいいいですか <laughs> いつも自然じゃないみたいな感じになってるけど <laughs> 不自然でもいつも確かに不自然なメイクしてんだよねなんか黒の黒っぽいなんかブラウンのアイシャドウをここにシュッシュッって引いちゃう癖があるんですよそれやるとなんかねちょっと人工的なあの顔面が出来上がるんでちょっと皆さんは嫌いかもしれないけどよくやっちゃう癖で <laughs> 数学は移すより。解く方が早い。あ、そういうこと。え、でも解けないもん、解き方が分からん、本当に分からん。解答を見ても、解説見ても。アンケ型はものすごく得意なんだよ。文系ですか。体育だけ十。十は強い。十 <laughs> は強い。みんなスポーツ、何が得意ですか。うん。私はもう全然ダメやけど。 あでもなんかババババススケケあああれれレバレどっっちだっけあれバスケだけよねあの穴にヒュって入れるやつあれは結構運がよくてあの全然得意じゃないんだけどなんかテストの時にあ,のあれで入った回数でなんか点数が決まるみたいなのがあったんですよそれはなんか運よく結構シュートでポンポンポンって入ったんであの多分体育はいいです それのおかげでで他は全然できない球技ね苦手なんだけどなんか小学生の時とかはドッジボールとかが大っ嫌いでもうめちゃくちゃもうでも逃げるのがすごい得意だったからもう全力で <laughs> 逃げて一番最後の1人とかまで残ってたよく、うん。自分でぶつけられるのは絶対無理だけど怖すぎてもう逃げ回ってましたね。そう 高校時代は数学学年1位だったああね、それ、前も言ってたやつだ。ほんとすごいよね。数学できる人ってもうさ、ね、ほんとに、自分、私と生きてる次元違うもん、ほんとに <laughs>。私、あの、動画を奪っても私の頭は理解できないから、マジで尊敬する、数学できる人はね。うん、すごいよ。 録音しててエンドレスで聞いてたら大体覚えれますえ覚えれません !?5 <laughs> 段階評価で日本史世界史古典現代文体育え評五段,段階評価なんだすごくないなんか多くないめっちゃえすごい頭悪そうなのにえびっくりすごい頭悪そうなのに。 頭いいんだだ驚きだわ、ちょっとすごい見直し見直し <laughs> 体育だけは得意でした <laughs> でもまあ男の子は体育できるとねなかなかかっこよく見えるよね英単語覚えるの得意だけど書いて覚えたことないかお前そうなのどうやって覚えるの逆に私はもう紙にもうねもうめちゃくちゃぐちゃぐちゃ,ぐちゃな文字で早くなんか10回ぐらいグワって書いて覚えてました そうなんですか英語はまあまあいけるまあいける得意ってことでもないけどまあ赤点とかにはね全然ならないんでいいですでも赤点になりうるのは日本史と数学なんで。